神秘で広大な宇宙。この宇宙に救う悪のエネルギー生命体、宇宙海賊ガイスターが人類の宝を狙って地球に潜入した。しかし破壊と略奪を欲しいままに戦闘するガイスターたちの前に完全と立ちふさがるヒーローがいた。宇宙警察エクスカイザーである。これは宇宙にはびこる悪と戦う勇者エクスカイザーと仲間たちの物語である。海底油田の罠。どうすりゃこいつが使えるようになるんだ。それが分かって、そんなに苦労するか。まったく宝の持ち腐れだぜ。見せろ。硬いな。ボギー、やじってどうすんだ。俺はボギーじゃねえ。ちょっとかわせ。何してんだおめえ。何してるってみんなわかるだろ。出られねえんだよ。バカ者、大事な宝で遊ぶとはなんていうことだ。何やるの。大妖怪人様がおっしゃっている。はあ、申し訳ありません。このバカが余計なことをせいかして。なんでくる。よく聞け。この盾は我々の力の証になるものだ。今こそ我らの力を試す時が来た。大のガイスト様のお望みだ。そっくりいただくで。わあ、バカイヤー。でも古臭い形。アンティークって言ってほしいわ。まだ十分使えるだろう。これ本当にもらっちゃっていいんですか。遠慮する柄か。それじゃあついでに灯油ももらえませんかね。お餅とみかんもおまけにつけて。おい、徳田。え、あだけど徳田さんもドジだな。買ったばっかりのストーブ階段から落っことすなんて。いや、面目ない。だけど古い割にはピカピカね。これだって新婚時代に買って一度も使わなかったんですもの。ん、寒くなかったの。全然。世界で一番あったかいパパと一緒だったんですもの。え、なんだか本当に暑くなってきちゃった。テレビでも見ようっと。嬉しいニュースです。イグサレット油田で新たに油槽が発見され、これまで予想されていた埋蔵量をはるかに上回る石油が眠っているものという見方が強まってまいりました。へえ、日本でも石油が取れるんだ。コウタ、そんなことも知らなかったの。昔からちょっとは取れてたのよ。へえ。いくら石油があるからって大事な天然資源だからな。無駄遣いすると大変なことになるよ。大変なこと？石油は何もガソリンとか灯油の原料に使われてるだけじゃないんだ。コータが着ている服の合成繊維も石油からできているんだぞ。え、僕石油を着てたの？そういうことだね。それにプラスチックにビニール、僕にとって一番大事なカメラのフィルムも石油からできてるんだ。考えてみたら結構石油って生活に密着してんのよね。なあ、だから大事に扱わなきゃならないんだよ。うん、
ただいま入ったニュースです。伊豆半島沖で石油タンカーがガイスターに襲われ、そのまま奪い去られた模様です。なんだって？しかしご安心ください。幸い石油は下ろした後で、乗員も全員無事脱出しました。ああ、ガイスターがこのまま引き下がるとは思えないんだ。奴らのことだ。今度はもっと大きなものを狙ってくるに違いない。こうだ、心当たりはないか？そうだな。大きなところって言ったら石油コンビナートとか。あ、そうだ、それにイグサ列島の油田があるよ。石油コンビナートに油田か。わかった、とにかく警戒しよう。頼みよイクスカイザー、石油は僕たちにとって大事な天然資源なんだから。おお、こちらイクスカイザー。ガイスターは石油を狙っている。レイカーブラザーズは石油コンビナート。スカイマックス、ダッシュマックス、ドリルマックスはイグサ列島の油田を警戒してくれ。了解。ガイスター名、タンカーの次は海底油田を襲ってくるに違いない。私の天才的な推理に間違いはないはずだ。この石油の匂い、特ダネの匂いもプンプンしているぞ。まだ大丈夫か？何してるんですか？いや、特ダネの匂いが。特ダネってお宅どちらさん？いや、失礼しました。私は東都新聞の徳田というものです。ああ、取材ですか？ええ、徳田ねと、もう一つ用事がありまして。はあ？大のガイスト様のおっしゃった通りだ。カイザーすね、のこのこやってきやがって。こんなもんどうすんの？ストーブの燃料ですよ。いやー、助かるな。これで当分は持ちますよ。これ原油だよ。精製しないとストーブには使えないよ。え？そんなことも知らなかったの？いや、そういや妙に黒くてドロドロしてると思った。まあいいや、記念に持って帰ろう。おったく、本当に取材に来たの？嘘じゃありませんよ。実はですね、ガイスターがここを狙ってるんです。大声出さないで。これは僕だけの特ダネなんだから。何言ってんです。もしそれが本当ならみんなに知らせなきゃ。ダメですよ、僕だけの特ダネなんだから。出た、ガイスターだ。この基地は俺たちがいただいたぜ。そうはさせん。アイスティール系だ。レザーだ。おっとっとっと、逃げてる場合ではなかった。毒だね、毒だね。海底揺れを乗っ取ろうとは俺たちマックスチームが許さん。ひ、おだけおだけ、俺たちの方こそお前たちを待ってたんだ。何？貴様ら、これでも食らえ。マックスチーム、オールアップ。考えがたい、ソフトマックス。ダイノガイスト、貴様の好きにはさせんぞ。へっ、それを待ってたんだよ。やったぜ。ゴッドマックスが。ダイノガイスト様の作戦通り大成功です。当然だ。
様、一体宇宙警察がとっ捕まるなんてドジな野郎だぜ。こうしてやる。エルスター